で、昨日はお客さん来やったんか。昨日は誰も。お前にこの店ショーしたんは父さん心苦しいわ。お母さんがやってきたことを無駄にしたくないねん。実はその人を亜美に紹介しようかなと思って。亜美さんは本当にこのお店を変えたいと思ってらっしゃいますか？私がコンサルタントを引き受けするのは難しいと思います。あの人話し方がストレートすぎるねん。信用できひん。何を言っとんねんこの外人。うち帰れ。慣れたらそんなに難しくないですよ。なんか私英語なんか喋られへん。俺が亜美の架け橋になる。私の、うん、お互いをつなぐから。お客さんから亜美の方へ、亜美からお客さんの方へ。俺は真ん中にいて通訳したり説明して。ハヤトは私のコンサルタントでしょ。私は何でもかんでも橋渡しの役にするわけやないよ。俺の会社の後輩なんや。それも独身で。お前に寂しい思いをさせたくないんや。亜美は何がしたい？